れです。チャンネル登録よろしくね。今日ははい、なんかバタバタしておりますが、本日はちょっと大型ショッピングセンター来ています。何しに来たかというと、今度日帰り旅行っていうかお出かけ行くんですけど、はやの帽子、かのさんの帽子はあるんですけど、あやさんの帽子ないっていうかちっちゃくなったんだよね。なので今回は帽子を買いたいと思います。いくつか買ってきて、視聴者様がこっちがいいよっていう方をかぶっていきたいと思います。買うお店は普通のショッピングセンターに入ってる大型店と、あとサンキューマートになります。はい、じゃあ探しに行きましょう。レッツゴー。帰ってきました。今回買ってきたのは大型ショッピングセンターで1点で、サンキューマートの方で1点買ってきました。はい、あやさんね、サンキューマートの方はこれって言ってすぐ選んだんだけど、もう一つの方の大型店の方はどうしよう、どっちにしようってすごい悩んでました。じゃあ発表してもらいます。どっちからいく？こっち。はい、じゃあサンキューマートの方から。せーの。あ、黒なんだね。さんね、黒い服とか着るんですけど、帽子を黒で買ったことはないです。ないです。初挑戦です。なぜかというと、サンキューマート柄がシンプルなんだよね。で、柄がついてるのがいいって言って探して、でその中でも自分が似合いそうな柄っていうのが黒しかなかったんだよね。なのでこちらにしました。はい、じゃあ実際かぶってもらいましょう。はい、かぶってもらいました。じゃあ横向いてください。はい、こんな感じです。つば付きの帽子っていうのもあやさん何年ぶりやろ。結構久しぶりだよね。何めくっとんのはい、ですね。ちょっと頭下げてください。帽子全体が黒色で、縁のところだけ白地で模様が入ってます。でもボーイッシュでかっこいいと思うけど。ボーイッシュや。嘘、服ボーイッシュだけなんだいつもじゃあ次、大型商業施設で買った方です。こちらも初挑戦です。なんだかんだ言って。せーの、じゃん。はい。チェリーの柄の白色の帽子です。これチェリーって、あやさんがよく着ている服のブランドで、最近ね、多いんだよね、柄がね。悩んだ2つのうちの1つです。もう1つは紺色だったんだよね。でパパがなんていうか、なんか軍隊っぽいって言って、白にしました。じゃあ実際、かぶってもらいましょう。白って汚すからってあまり買ったことがなくて、しかもドットなんだよね。はい、よく見て。ほんと白いね。はい、じゃあちょっと頭下げてください。後ろがねメッシュになって涼しそうなんですけど、白生地に黒のドットになってます。あやさん結構悩みましたが、どちらの帽子が今のところ気に入ってますか？こっち、こっちで、2番目は実は悩んだ方の紺色の帽子ね。3番目にこちらの帽子なんですね、サンキューマート。さあ視聴者の皆さん、あやさんはどちらが似合っていたと思いますか？で、皆さんが選んだ結果は数日後お出かけの時にかぶります。行く場所はもちろん野外です。しかもかのさんが好きそうなところに行きます。さあ楽しみにしていてください。万が一コメントを探ってたら Twitter の方で募集しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ちなみにね、なんかハヤが買ってきてたんです何を、なんで欲しがったかわかんないけど、これ欲しがりました、ハヤは。せーの、黄色い丸い物体が出てきましたピエンピエンで、ピエン流行ったのってだいぶ前じゃない？もう半年ぐらい前じゃないのはい、なんかこのクッションが欲しいって言って買いました。どこに置くんや。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。こ行くのそうバランスにでかいはい、カバンちょっと置いて怖いからメガネだけ何とかして逃走中のハンターあげるあげるわかるママかぶってみてねえママかぶってさあ、お前どっかのお姉さんをこうやってあなたをするってさなんか癖なんかなってみんなそうやっとるね、あの運動する人は帽子脱げへんし顎ひもつけるの嫌やろうん白も似合うと思うんだけどな。